休みも近づいたこの日、林間合宿についての説明があった。そして直前の期末テストで不合格だった人は林間合宿には行かず、学校で補習が行われるということも。演習試験の内容は当日発表らしい。一体どんな試験になるんだろう。そして演習試験当日、発表された内容は二人一組で先生と戦闘するというものだった。そのパートナーと対戦相手の組み合わせ、僕のパートナー、いくらなんでもこれは。ペアの組と対戦する教師はすでに決定済み。動きの傾向や成績、親密度、もろもろを踏まえて独断で組ませてもらった。発表していくぞ。まず轟と八百万がチームで俺とだ。そして緑谷と爆音がチームで、相手は私がする。協力して勝ちに来いよ、お二人さん。かっちゃんと一緒にオールマイトと戦う。どうなるんだ期末試験。ついに始まった演習試験。目指す勝利条件は相手の拘束と脱出のいずれかだけど、僕とかっちゃんでは基本的な方針すら決めることができなかった。さらにオールマイト、いやヴィランは意見がぶつかって口論をしていようが、僕たちのことなんか待っちゃくれなかった。なんだこの威圧感は。試験だなんだと考えてると痛い目見るぞ。私はヴィランだ、ヒーローよ。真心込めてかかってこい。私が行くぞ。レディークラッシュ。食らえさせ。わかった、そのセットはまずい、逃げろ。俺に指図すんで。打撃で投げる。しまくんだ。どうした。打撃でだから、正面からぶつかって勝てるはずないだろう。しゃべんな。それがヒーローなんだから。投げる、叩き込む。何か寝言は寝て死ね。叩き込む。いいね。動いてんじゃねえ。いいね。どうかな。打撃で打ちまくんだ。いいね。どうかな。やることは変わんねえ。くたばれ。離れた。ホーリーシット。ウィーボツ個性どもが。ニューストーリーズ。ないだだだだだだだ。私をマジで倒す気しかないようだな。そんな弱連打じゃちょい痛いだけだがな。よし、こっちの番だぜ。こいつをプレゼントだ。わかるよ、緑谷少年の急成長だろ。でもさ、君と彼成長速度が同じなはずないだろ。もったいないんだ君は。分かってるんだろ、君だってまだいくらでも成長できるんだ。黙れよオールマイト。あのクソの力借りるくらいなら負けた方がまだマシだ。なんて君が言うなよ。勝つのを諦めないのが君じゃないか。諦める前に僕を使うくらいしてみろよ。負けていいなんて言わないでよ。緑
度と言わねえぞクソナード。このバカみてえなスピード相手じゃどう逃げ隠れても戦闘は避けられねえ。だったら私は姿をくらませた少年たちを探していたら背後を爆豪少年に取られてしまった。爆豪少年の表情、緑谷少年が気に食わない。それでも腹をくくったね。勝つために。そして緑谷少年が飛び出してきた。なるほど、爆豪少年の小手を。逃げと戦闘の折衷は即席にしちゃいいじゃないか。やられたぜ。そうさ、二人とも本来ならクレバーな男たち。この協力がいつかの将来必ず大いなる一歩となるはずだ。さてと、先生頑張っちゃうぞ。もうすぐだ、もうすぐそこ。脱ゲート、オールマイト追ってくる様子ないね。まさか気絶しちゃったんじゃ。あれでくたばるはずねえだろクソ。次もし追いつかれたら今度は俺の小手で吹っ飛ばす。うんうん、それでそれって、何を驚いているんだ。早すぎる。これでも全然トップギアじゃないんだぜ。さあくたばれヒーローども。耐久力もパワーも圧倒的にシンプルな強さ。何だか分かる。そうだよ、この男は最強のヒーローだ。いいね。やることは変わんねえ。認めろ。こんなんじゃねえ。たたきつけた。勝った。いいね。常に命がけさ。打撃で。いいね。誘ってんのか。でも死んどけ。アメージング ニューストーリーズ。今の実力差じゃまだこんな勝ち方しかねえ。死ね。死ぬ。こっちゃんはとっさに僕を爆風に乗せてゴールに向けて投げた。僕がゴールするまでオールマイトを足止めするつもりで。おかげでゴール直前まで僕はたどり着けたけど、かっちゃんはボコボコにされていた。その時なぜかかっちゃんを助けなきゃと思ってしまって、気がつくと僕はオールマイトのところまで戻ってしまったんだ。怖い時、不安な時こそ笑っちまって望むんだ。どいてください、オールマイト。スマッシュ。あと一歩かけていればクリアできたかもしれないのに。そうだよ、君は助けてしまう、そういう人間だった。
示して改めてわかる。そうだよ、この男は